はい、どうもタイガです。今回やっていくのはですね、まあ続きなんですが、レドラーも楽しんだので、次ちょっと裏何にしようかなと思って、まあ普通にやってもいいし、まあオジハウとかにしてもいいんだけど、なんとも言えないので、どうしようかな。最近育成してるちょっとお気に入りのキャラで、中型ニコデでやってみようかな。やらかしてるかなこれ、もしかしたら。でもね、好きなキャラなんで、中型ニコデでやってみよう。裏ロックマン、今確定枠に入れました、とりあえず。で、35にするか迷ってる。金バッジはね取ってるんで、金バッジ引けるとすごい嬉しいんですが、どうでしょうか。さあ、サブロックマン大型2本にしてね、全然いい歌なんだけど、せが金バッジで取ったから金バッジ引いていきたい。引けない、もういっちゃおうかこれ。あんま多分回してるとね厳しいと思うんで、これでいこう。アビリティロックマンも作りたいな、アビさんの。でもね、アビさん作りすぎちゃってそう、アホみたいに作りすぎちゃったからなんとも言えないんだよね。メダルがもったいない。アビさんそんなに大量に量産するなら底力作れよ的なね。さて、フェアリーいるんでね、第一取ったらフェアリーを置いて、ちょっと砦に対してね有利を取りたいですね。ここは大砲撃って飛ばしていく。早めに撃ちましたが、いやー飛ばない。こちらフェアリーやられんだよね。多くは欲しいな。よこせ雲、マジか。多くよこせ、多くをよこせ、多く全然スキルだんや。あったあった、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、これもいいよ。こいつロックマン、カニはね、カニの羽が効かないからね。ロックマン対カニはロックマンですよ。いい感じ。さあフェアリー置いてね、削り削りながらいいダメージを出していく。そしたら上行っちゃいましょうか、どんどん。さあバルーン来ましたが、ここはもうゼウスもいるんでね、フェアリーも添えてあげて、いっちゃおう。そして前進め、オッケー、いけるだろう。おお、危ない危ない、あっいいダメージ、マジいいダメージ、素晴らしい。あ、待って、跳ね返しは無理、跳ね返しマジ無理だから、それ無理なんだってマジで。ロックマン食ってあげて、あ、どうした、あ、オッケーオッケー。金カニは強いっすね、マジで。そしたらね、どんどんキャラ流していこうか。おーし、オッケー、ガッツでバル、これでかいわ。剣士隠れてるんで、あ、バレてるか。そしたら、あのオーク奪いたい、あのオーク奪え、奪わないか、奪ってく、おー、オーク奪ってくれない、奪った、素晴らしい。頑張れ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 、あと20秒やるからね、突破できるよ。ロックマン強いんじゃないかこれ、めっちゃ頑張ってるよロックマン。え、意外と、え、しかもアビ1も2もついてないんだ。え、強くないロックマン。待って待って、ロックマン削る速度速くて落とそう。あー、マジか、超かっこいい。もう見た目がかっこいいからね、まず確定枠に入れちゃったんだけど、バカボンとロックマンどっちもどっちでいいと思うんだよね。どっちもどっちで、どっちもいいと思うんだけど、個人的にはちょっとロックマンが好きで、見た目も兼ねてロックマンをね育成しました。バカボンはまだ卵、もうこのカニに対して有利取れるのいいね本当に。金カニ倒し、金カニ倒したからねさっきね、まあ、フェアリーは添えてましたけど、フェアリー添えないと厳しいと思う。まあ底力まで振ってれば関係ないんだろうけど、自分の振ってないんでしょうがない。そこは大型2本引けてるけど、
察知がないか。これも強いんだけどな。行こうか。やっぱなるべくバッチは引きたいんだけどね。バッチがあるかないかで本当に性能違うので引きたいんですが、なかなか引けず。よいしょ。ああ、剣士見せた。砦合戦で結構引き目でフェアリーを置いてるんだけど、やっぱ取れねえな。出し方が悪いかな。ちょっとまた引き目に置こうか。あれ、くれた。ありがたい。さて、ですが来ると嫌ですが、とりあえず来ましょう。あ、ですじゃない。オッケーオッケー。これで削られてるけど、長いんでしょう。触れちった。触られてはいますが、問題ない。フェアリーかけてね。まあ、ここは倒してくれるんで、まあ、やらせましょう。いいよ。なるほど。クリアだな。だから、いいタイミング。一気に押しに行くタイミング。クロノスも入ったんで、押せ。オッケー。いいよいいよいいよ。とてもいいとてもいいとてもいい。さあ、フェアリー上げてね。加速して。詰めていく。スキル、スキルで。スキルじゃ勝ちや。スキル積んで、スキルを、スキルを。スキルをよこせ。クリフラー持ってく、持ってくのもでかい。クリフラー持ってくのもでかい。スキルだ、スキル。頼む、天狗、スキルをで。天狗。待って、フェアリー添えてるのに死ぬぞ。オッケーオッケーオッケー。ロックマン？治ったけど、よいしょ。 OK、 ロックマンの本でかい。コストはあるからね。じゃんじゃん流そう。おお、倒してる。プリキュア対マンで。いけこれはいけるな。これ干渉やな。干渉。ロックマン強いぞ。これマジでちょっと飛ぶもん。ナイス。まあ、雲も強かったけどね。大型戦は完全に雲が強かったけど。いや、マジでロックマンがね、ほんと楽しい。え、どうしようかな。もともとルビー分砕くともなかったんだけど、これだったら砕こうかな。楽しいな。とりあえず少しやろう。フェアリーリーダーをね、早く終わらしたくて。で、終わればゴーレムでいいわ。まあ、またゴーレムなんだけど。ロックマン、アビーチアビニつけてあげたいな。アビニは意味ないか。アビニにすると裏サブリーダーにしなきゃいけないから。やるならアビさんか。とりあえずアビーチか。金鉢来い。来ないよね。なかなか引けない。あー違う。大型2本は欲しいんだが、もう行こうか。あんまね、あ、ヤマさんじゃん。しかもあんまね、シャッフル回しすぎても、あれ別人か。あ、別人だ。ヤマエールって書いてない。あんまシャッフル回しすぎてもね。なんで俺が下に剣士さん当たらしたんだろう。間に合わねえ。これ間に合え。走り勝つのように。間に合わない。全然間に合わない。取られるし。しかもしゃあなし。おじゃるきろ。よし、下どうしよう。オッケー。だいぶでかい。いいよいいよ、だいぶでかい。これまずいな。ちょっとまずいな。よいしょ。オッケーオッケー。これはでかい。これマジでかい。これはね、マジでかいよ。これはでかい。これ帰る。飛べば完璧。飛べば完璧。飛べ。オッケーオッケー。それでもいいや。あー、でかい。
最後本田ちょっと遅いけど、コストあんまないからね。あ、それ良くない、それは割と良くないんだ。あー足りなかった、どうしよう。あ、オッケーオッケー、おじゃが届いてくれた、素晴らしい。相手もあんまキャラないと思うんで、ここはねカエルだな、まずはカエルを置いてから。あ、もう削れてるわ。グリフォン無視できないかな、無理かな。もうウサギいないと思うんだけど、どうなんだろう、いないよね、全部使ったよね、数えてなかった、ちゃんと数えてなかった。開幕2体、攻めに1体、フォアドラと一緒に1体でやりましたね。 OKOKOK、 いい感じ。ロックマンがウサギ倒してくれたのがマジでかい。で壁になるんですよね、これが強い。さてしたら確か150ルビーもらえるんだよね。 OKOKOK、 ありがてえ、やろうか。ちょっとフェアリーを早くね終わらせて、で銀の挑戦状取れればね、次のリーグ銀帳使えるんで、トロフィー動画もね、まあ、リーグの動画やっぱ一番撮りたいんだけど、トロフィー動画で3本フェアリーリーダーとかやりたくないんで、面白くないもんね。さあ、あー悪くはないんだけど、もうちょっと回そう。うちのカニ側も強くない。あ、これはありだな。でもロックマンの金鉢引けないんだけど全然。まあ行こうかとりあえず。あー、バッチが来ない。ロックマン強いぞ動画撮りたいから、ロックマンの金鉢取らなきゃダメだな。よいしょ、よいしょ、で、えらい、オッケー、それもえらい。ただここがねついので一回引きます。ここはね邪魔できただけ全然 OK で、ゴーレム結構前上げに引くことがある。そこでね、そのキャラはね、ズル、聞いてない。そこでそのキャラは圧倒的ずるいよ。あれ？やべえ、触られてる。まずいっす。フェアリーが置けね、終わった、さようなら、キャラがもういない。ゴーレムツエーズ動画撮ろうと思った、ゴーレムじゃねえや、なんだっけ、ロックマンツエーズ動画撮ろうと思ったのにゴーレムが強かったわ。これまあまあ多分触らないよね、さようなら。トイレを奪い返せ、天才にするんだ。さあ意地でも天才にしろ、頑張れみんな。 OK、 これあるんじゃないか、まだ剣士抜けてんぞ。あ、無理だけどな。はい、ママを避けるな、お前ママをバックステップ避けるな。あ、おい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 、上でママナースしてる、上でママナースしてる。このままなす意味なくね。あ、やべやべ、待て、ケンシャ、ケンシャ、ケンシャ、ぶち切れる、ぶち切れる、待て、よくない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 。せっかく抑えられる可能性あったのに、間違えてケンシャした。あー多くなったらいいんだよ。まあまあ、めっちゃダンスしたな。ちょ、ロボは聞いてないって、マジで。でまあまあ食らったし、近かった、ラス1が。
今いつだっけ、2000、もうすぐ2000か、ポイント長いな。よし、お、来た、金町、大型2本来い。いや、来ないか、ちょっと。金バッチも来ねえ。来い、金バッチ。来た、おし、ちょっとあんま、あれだけど、いいでしょ、全然いい。大型2本引いて金バッチだからね、今回の動画はこれよ。これが引きたかったね、だってば。よいしょ。いや、でもこれ取り出がきついぞ。取れんのか、果たして。撃たれるよね。あ、オーケーオーケーオーケー、ありがたいありがたいありがたい。撃ってこなければ、取れんじゃないか、これ。無理か、取っていく。そして、ロックマン、金バッチ切るが、この数ちょっときついな、どうしよう。この数ちょっときつい。ポッチョがね、強いんですよね。ね、オッケーオッケー。うん、めっちゃ取られんな。まあ、でも、ヌボボ、その体力だったら頑張れるだろう。さすがに。オッケー、偉い。その体力なんで頑張れんだろう。ああ、まあ、頑張れない。頑張れ、ロックマン。えらい。存在力が頑張れる。一気にされても。オーケー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 。大丈夫。オーケー。えらいな。さあ、そして太っちょ軍団。あれ、最後の太っちょだね。さりげなく、剣士後ろ流してくんのやめろ。たまに見てないから。よし、これぐらいで。バル行って。うん、いい感じだね。それでも。いい感じに攻めていますね。とロボ出てこなかったんで、ロボはいないんで、ここは攻めていけばいい具合に。おっ、そしたら行ってしまえ、行け、身のヘアリー。はい、走れ。あ、それ無理。頑張れ、ブーマシ。これ倒してる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 。あそこだ、あそこのライン倒してる。ヘアリー、走れ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 、全力で走れ、間に合うぞ。完勝。いけ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 。ロックマン金バッチ強くねえか、マジで。めっちゃ硬い、威力高い、スキル打ちまくる。走れ、ミノフェアリーは速攻死んだな。まあ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 、いいでしょう。よし、もうちょっとやろうかな。あと1回はできる。あと1回やれば、ちょっと6試合ぐらいか。で、明日の分の優勝ルビーのガチャもある。ラスト勝っていきたいね。てか、ラスト6番金マッチいきたいな、マジで。で、ロックマン連打してね、めっちゃスキル打ってるとこを取りたい。あー、いや、ちょっとバルフォワードだわ。お、来た。ちょっと大型、自分の大型では育ってないですけど、まあ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 、30フルなんでね。そしてロックマンが金バッジ。ロックマン重ねたい、これ。どうかね。走れ。はい、あ、惜しい。ユーロフ途中軍のやばくね。あ、にまだ2体かね。そしたらロックマン切って、はい、どう、はいはい、あの太中全部食いついてくれるかな。うん、あ、オッケー、ナイス。で、あの軍団さすがに数多すぎるんで、オッケー、ダブルボックル。よし、いい感じ。下ブルいっちゃおうかな。下ブル、待って、やめて。あー、さすがだ、さ
さすがに当たんないか。ドーン。あ、待って、それは聞いてないから入れてないと思う。ロックもまだ2体いるからね、一気に重ね出しする準備ができてるんで頑張れ、いけるぞいけるぞいけるぞ、これいけるぞ。後ろ見れないからやめて。おお、ロックも倒しきってる、えらいな。やりきれやりきれ、走れ走れ、間に合え。ほらほら、もうダメだわロックマン重ね出し、オラーってやりたかったけどできない。そこら辺でね、スクショ案件来ないかな、やられてる後ろ。まあいいや、あ、カエル切りか、干渉いくでしょこれ。さあロックマン、ドン、いい感じ。一回負けちゃいましたけどねあのなんだっけ、ゴーレムにやられた。お金勝ったんでよかったっすね。1770か、足りねえなポイント。まあ明日もトロフィーあるんで、明日中にはフェアリーの、いやちげえわ、動画がなんか面白い動画撮りたいのに。フェアリーはもういいや。したらゴーレム、ゴーレム2650、2230ですかね。420残るの、420か。でもね、こいつも撮りたいんですよ。まあ考えておきます。はい、今回もね見てくれた方ありがとうございました。今回はね、裏ロックマンめっちゃ強いぞと、楽しいぞという動画です。ロックマン、バカボン、ガッツ、ナメココラボ猫、調査兵団でしたっけ、コラボキャラって他なんかいたっけ、ちょっとあんま覚えてないんですけど、他なんかいたっけ。あの、なのでその中でですね、プリンセスはまたちょっと別か、待って、その中で、まあ、何がおすすめかって話なんですけど、まあ単純にコラボ猫がまず一つおすすめで、あとはバカボン、ロックマンが特におすすめで、今回の情報でナメコもおすすめ、他はいいっすね。あのガッツと兵団はちょっと微妙なんですけど、何とも言えない微妙な性能。ガッツ選ぶならロックマンの方がいいと思う、個人的にはですけどね。砦にガッツのスキルがね、砦低かなかったら強いんですけどね、低かっちゃうんでなかなか厳しい。はい、まあそんな感じでした。よかったらね、また見てください。お疲れ様です。